トウシキミは、松武坂のシキミ族に属する、常緑性、高木の一種であり、方向を持つ。別名として、また特にその果実は大ウイ、大ッカ八角、八角ョウスターアニスとも呼ばれる。多数の回避片を持つ赤い花をつけ、その果実を乾燥したものは、香辛料や生薬として広く利用されている。中国南東部から、 ベトナム北東部原産であり、また、中国南部やインド南部、インドシナ半島などで広く栽培されている。ウイキョウやアニスは、本種と同様に方向を持つが、セリカの総本であり、本種とは、全く縁遠,遠い。上緑性の小高木から高木であり、高さは、最大15メートルに達する。葉は枝先にややまとまってつき、傭兵は0.8から2センチメートル。 陽身は、卵形から楕円形で、長さ5から15、2から5センチメートル、角質。葉先は、突形から、A 先形。葉足は、進む線形からくさび形。葉脈の中央脈は鉱軸側でやや凹んでおり、側脈は5、8体だが時に不明瞭。1、A 等式味1ビット。葉は枝先にややまとまってつくワンシー葉は枝先にやや、 まとまってつくカキは3、5月及び80月。花は、溶液から生じ。花柄は、長さ1.5から4センチメートル。花皮片は72枚。ピンク色から、暗赤色。黄大円型から黄卵形。0.9から1.20、0. 8から1.2センチメートル。おしべは11から20個。1.8から3.5ミリメートル。めしべはあり、生心側。 71個、2.5から4.5ミ、mm、リメートル。火中は、脂肪より長い。火期は910月および34月。果実は集合性の袋下で14から27から12、3から6ミリメートル。染色体数は 2m イコール28。2R 種子を含む、果実2ビット。果実と、種子 3a アネトール3ビット。四季見さん。 投資機味の果実には5%から10%の精油が含まれ、その主成分はアネトールであり、精油成分の80%から90%を占める。その他にエストラゴール、メチルカビコール、シネオール、リモネン、フェランドーレン、ピネンなどが含まれる。また、仕機に由来する名を持つ、仕機酸は植物に広く存在する物質であるが、特に投資機味など、 シキミ族の果実に多い。このシキミ酸は、インフルエンザ治療薬オセルタミビルの合成原料の一つとして、使用されている。ただし、シキミ酸はあくまでも、合成原料となる物質であり、シキミ酸自体にはインフルエンザに、効果はない。なお、2005年には細菌によって、シキミ酸を生産する方法が発見され、2006年には、タミフル製造に用いる。 しきみさ産の三分の一が、この発酵法で生産されるようになった。中国南東部からベトナムに自生するとされ、また、フィリピンやインドシナ半島、インド南部などでも栽培されている。古くから栽培されており、自然分布が必ずしも明らかではない。平均気温20摂氏22度、年間降水量が1200、1500ミリメートルの地域に生育する。 投資機味の果実を乾燥させたものは、八角、八角ョウなどと呼ばれ、香辛料や薬用に利用される。実の形は八つの角を持つ星型をしており、セリカのアニスに似た方向を持つため、スターアニスとも呼ばれる。中国南部やインド南部、インドシナ半島で広く栽培されており、2009年現在では、中国が全世界の生産量の80%を占めている。 樹皮を香料として利用することもある。投資機味は古くから利用され、紀元前2000年頃から栽培が行われてきたと考えられている。また、熱帯地方では香りを楽しむ観賞植物として栽培されることもある。4A 果実の処理4ビット、市場の八角 4C バ馬肉 4D 八角を入れたマッサマン投資機味の果実は香辛料として 広く用いられており、八角を用いた、よく知られた料理として、豆馬肉、北京ダック、杏仁豆腐などがある。中華料理の代表的な香辛料である、五香粉は、八角を含む。また中華料理以外にも、インド料理、マレーシア料理、インドネシア料理、ベトナム料理、タイ料理などでも用いられる。チャーイエンやチャイなど飲用にも使われる。また、 ガリアーノやサンブーカ、パスティスなどのリキュール製造にも使われる。投資機味の香料は、香水や石鹸、歯磨き粉、タバコに使用されることもある。投資機味の果実は、生薬や医薬品原料としても利用されている。生薬名は大ウイであり、方向性検医薬、工夫薬、鎮痛薬として用いられる。大ウイと、途中、木工を配合した、 オモーセン酸は、腰痛に用いる、漢方薬である。また、糖色味の果実から抽出される式味酸は、インフルエンザ治療薬オセルタミビルの合成原料とも、なる。日本薬局法では、糖色味、または、セリカのウイキョウの果実から得られる精油を区別なく、ウイキョウ油としている。果実は、その形状を活かして、クリスマスリースなどにも利用されることがある。 また果実は方向を持つため、ポプリの材料とされることもある。禁縁種であるシキミの葉、花、果実、前傾シキミ族には、北米南東部や西インド諸島になど新世界に約6種、東アジアから東南アジアの旧世界に、東キミを含む約31種が知られている。日本には、東キミは自生していないが、シキミと八重山キミの2種が分布している。 四季の花の花皮片は細長く紅白色。果実は、透資機味のものに酷似するが、猛毒のアニサチンを含むため食すと死に至る可能性がある。そのため、毒発覚とも呼ばれ、また、四季の果実は、透資機味のものに比べてやや小型で、先端が鋭く尖る。また、毒物及び劇物取り締まり法において劇物に指定されている。 東式味の果実が甘い香りがするのに対して、きみの果実は真っ向に、匂いがする。日本において、きみは仏事に広く使われている。きみは、ジャパニーズスターアニスと呼ばれるのに対して、これと区別するために、東式味を、チャイニーズスターアニスと呼ぶこともある。きみ族には有毒種が多く、式み以外にも、アメリカ式味やアイパルビヒフローラムも有毒であることが、 知られている。ありがとうございます。